はいどうもこんにちは、ティアソンです。今回見るだけで使えるのでアイビー解説やっていこうと思います。まあ、最近ねアイビーもだんだん版から解放されてきて、まあ使えるようになってきたので、そこでアイビー使いたいなと思ったけど、まあサングリアとかと違って結構知識がね、必要なキャラクターで、逆に言えばもうアイビーのスキルと、性能さえ理解すればもう知識がもう8割ぐらい、もう知識があればもう簡単に使えるようになってしまうので、まあ今回は、まあ、初心者にもおすすめしやすくて、なおかつね、プロとかでも使ってるような強力なね、戦術を、お見せしていこうと思います。さあまずは軍需工場から見ていこうと思います。さすがに実戦やりながら解説できる自信はなかったので、プレイしたいつの映像を見ながら解説していこうと思います。で、まず結局アイビーって最初にいろんなねとこに規制を巻きに行くのか、いきなり憑依していくのか、いろいろね、まあ、やり方は人それぞれあるんだけども、とにかく俺はミスりにくくて、でなおかつ強力な立ち回り、まず最初に置いてるサイバーに、速攻で飛んで速攻でイースシャーをして、でここで憑依を外す。で、踊り子に2回憑依してダウンを取りますよっていう、形ですね。で、この踊り子に結局これイースシャーしたから、残り40たまんないじゃんっていう、この時間で、他のサバイバーを規制しに行くんですよ。これをする前に結局ね、まあ、いろんなとこに憑依して、最後に追いたいサバイバーを追うとかね、まあ、いろんな、プレイが見られるけど、結局これが一番良くねっていう、これにすることによって踊り子を67の状態で追いながら、まあ、こうやってねうまくどっかで一撃入りとかやって狙いながら、でそれでそのまま追っていって、全体的にこの踊り子を結局もう一回表示すれば40ちょいとか60溜まるわけだから、そのねクールタイム中にしっかりと別のサバイバーを規制して、でここでちょうどね2人規制して邪魔したタイミング終わったら、ちょうどここでこれイースシャーちょっと押せなくて頑張りました。今のは、表示して速攻でイースシャーで100貯めて、もう段確定っていう形ですね。はい、めっちゃ簡単でしょこれこれがね結局一番ミスりにくいし、めっちゃ勝率の高いアイビーのプロの試合とか見ている上でもやっぱこれが安定してるなっていう。逆にアイビー負ける時とかは、まあ、全体負荷もめっちゃ強いんだけど最初から表示してけど、まあとにかく今回初心者向けというか、まあ、ミスりにくいなおかつ強力っていうテーマに絞った時は、まあ、これがいいかなと思って、これを紹介していきます。で、一人捕まえて、まあ、この試合地下だね。もう地下つったらもう勝ちよ。で、ここから救助、キャンプ進駐に何するかって言ったら、またこれね、回してるサバイバーに対して、憑依憑依。で、ここで普通はこの捕まってるサバイバーに、憑依しません。けど、地下はさすがに憑依します。これ DB とか、めっちゃ狙えるんで。で、下に石を作っといて、で、上にサバイバーを見つけたこのタイミングで傭兵に憑依して、傭兵にどんどん、侵食度を貯めていきます。でこれで上で殴っちゃえば下にワープしてあとは狩るだけっていう流れだから、まあ早めに石を生成することを意識したっていう感じかな。まあ普通のこの地下がないバージョンのキャンプシーンどうやるかっていうのは、まあまた2試合目でお見せします。でこうやって傭兵がなんか来ねえなと思って、ここでね全然鬼没使っちゃって OK で、アイディアなんならもうバンバン鬼没使っていきたい。結構やっぱジョゼフとかみたいな感じで夢の魔女とかね、試合がめちゃ長引いて通常のハンターより鬼没使える回数っていうのはめちゃめちゃ多いから、まあバンバン鬼没を上げてダメージ増やしていって、ダメージをどんどん負荷を与えていって、1回でも多く鬼没使っていこうぜっていうような、判断になってますね。でこのシーンもイース陣を、地下マインキャンプで置いておいたから、まあ、本体は自由に報道できますよっていった感じで、もう一撃与えていく。でこのね殴り方してもこれ結局アイテムあったら殴れないから、まあアイテムがなければ今を殴ってダウンって形はある。まあこんな感じでアイテムをどんどんすり減らしながら、ここもね空軍が今ゲージちょっと溜まってるの見えたので、それで飛びました。ここね気持ち正直使ってもよかった。この銃は痛いけど、まあまあこうなったらアイテムをどんどん消費させていけば勝ちだから。まあ、極論ねアイビーって通電してもいいキャラクターなんですよ、大前提として。まあ、やっぱハンターって通電する前にどうにかしていこうっていうね、キャラクターがやっぱ多かったり、まあ、それがメジャーなんですけど、アイビーに関しては通電しても別に OK っていうちょっと一風変わったハンター。ここでもね、早く鬼没使えよって話なんだけど、この試合こうやってると結局ね、まあアイテムすり減らされてるからいいっちゃいいんだけど、いい加減鬼没使いましたね。もうこれはもう早めに鬼没を使ってしまいたかった。でここも、すかさずねイース陣を憑依して、でこれ憑依しっぱなしにしちゃうと、いつまでたってもね次に火災調査員にまた憑依できなくなっちゃうから、すぐさま憑依を外して、まあとにかく暗号機の近くに石を生成しまくることを意識してねやっていきます。でここから通常のキャンプシーンなんだけど、ここで空軍が来るかどうかだけど、まあ、火災調査員がやっていきますね。でここは真ん中を次空軍が回しに来るから、回しに来る場所に対して負荷が入るようにイース陣を配置で、ここで、憑依だけして石を作って回収で、ここで椅子前で本当は火災調査員に、帰省したいんだけど、この憑依クールタイム上がるかどうかのギリギリの読み合いで、ここでギリギリ上がったかなと思ったら、これ傭兵の方に憑依しちゃったんで、まあこうなったら火災を追いましょう。なんでかって言ったらこの後傭兵に憑依しちゃってるから、
傭兵に対して憑依後のサークルが作れないから、まあ、存在感マックスのパワーを生かすために火災詳細にここに飛んで、ボールを無効化していく。うん、全然これで OK。 トンネルとか存在感ね、やっぱアイビーにとって、左下獲物、今回人格の紹介遅れましたが、左下獲物3振り凶暴1で封鎖1、これがね本当に最強で、まあとにかく傲慢が強い。1回キャンプ挟んで救助者に一撃でトンネル成功すればもう存在感マックスだから、まあ、それをね、ひたすら生かしていく。でアイビーの、中盤終盤の戦い方で強いのは、まあ、とにかくこの侵食転送、存在感マックスのブワーって周りから出て40出るやつ、あれをいかに何回うまく有効に使うか、あれがあればもうダメージ確定だからほぼほぼね。これ使って、ここも今憑依できるけどちょっと待っていて、これね、はい、今左上に出ていた、侵食転送のクールタイム待ちで、これクールタイム開けたから、ここで憑依して幽霊に、イースシャーク本体シャーク、どっちを向いてたとしてもぶつかる位置で当てました。で板越しにね、これで挟まれちゃっても全然大丈夫。今の一回空振っちゃったけど、全然空振、板越しでやられたとしても、板の目の前にギリギリまで吸い寄せられるから全然問題ない。まあそんな感じですね。でここで、傭兵のトンネルを続行していく。まあこんな感じ、釣り回しをして、で結果的に空軍の銃も使わせた、で火災調査員のボールも潰した、で相手も肘当ても使わせた。もうこの状況で相手もめっちゃないんだよね。だから こうやってもし仮に通電したとしても全然余裕ができる。でこのキャンプで強いのはこのダブル石ね、この石2つが同じ暗黒期に作られるとマジでサバイバー絶対壊せないから、これ最強の状態。もうシンポジはマジで回せなくなりましたね。でイース陣を回収してイス前に置いた。でここで火災調査員のとこにゲージがね、20、30溜まっていたからこっちかなと思ったら、この逆でまさかの小屋回してみたのな。でそれを見たのでスーサー戻って、空軍のとこ行って、まあ、ここがしっかりとケバブしないようにロス使ってダウン。まあといった感じですね。でこれもなんか万が一暗号機上がっちゃうって時は、その暗号機のとこにワープして暗号機に本体置いておいて、イス前にイス陣さえ置いとけば、で侵食転送を使える状態にしておけば、もうその全然救助どうぞっていう状態にしておいて、で救助させてするまで暗号機本体で守って、で救助されたら侵食転送で、トンネル完了みたいなこともまあ強いですね。まあこうやって勝っていくのが、まあアイビーの基本的な戦いかなと思います。もう本当にね、基本を覚えて知識がどんどん自分の中でついていったら、もう立ち回り無限にあるからアイビーって、その、まあ、自分に合ったね立ち回りとかをしっかりと研究してやっていくといいかなと思います。じゃあちょっと4人通電してしまった場合の4追の方法を紹介していこうと思います。さあこれ4人通電するシーンですね。状況的には、単行車をトンネルして確認していたんだけど、回復されてしまって、その他タゲチェンをしまくってバーメイドお酒全部なくなった。でオフェンスも、ボール全部使わせた、まあ、弁護士がアイテムなしっていう状況を作って、まあとにかく、第一条件として、釣り状況を作って、通電させる。これも暗号機めっちゃ守ってて、まあもうこれもう無理だなっていう状態になったら、もうとにかく誰か一人を、まず捕まえて座らせる。でここから、素早く通電させることで、このイース陣をゲート前に配置しておく。これがね大事なんですよ。 とにかく、うん、自分と本体がゲート一つ一つ守れるように、配置をする。まあ今回で言うと、まあ、小屋側が遠くてとか、まあ、なんかこのゲート前待機してる探訪者を探しに行ってるっていう状態で、ここは全然救助されても OK だから、バーメイドをぶん殴ってすぐさま通電させる。はい、ここで通電すれば本体が、鬼没もね、温存しておきましょう。鬼没最悪なんか残り20秒ぐらいなくても守れるから全然 OK で、ここでまず共有して、ここで回収ね。すぐさま飛んじゃうと正面側ゲートが開けられちゃうから、石を作るだけ作って、壊すクールタイムがね、発生するまでは飛ばずにこのまま追っていって、とりあえずこれで、小屋ゲートには石を生成して近づいたら分かるようにしました。で正面側ゲートには、これでね、イース陣がいるからいけると。オフェンスアイテムないと思ったらこの段階でね肘当てを獲得したので、まあまあって感じ。まあここはねオフェンスの方に飛んだっていう隙をついて、タンコが回しに来たところを、瞬間移動してそっから鬼没使ってダウンと。まあ、これ鬼没をフラフで合わされたらちょっとまずかった。で、すぐさま向こう側に石を生成し、で、瞬間移動できない時間帯をまた戻っても、とにかくこれ、イース陣と本体を常に両方のゲートに配置すること、これを徹底しておけばいつかやれる。鬼没がいずれ溜まるから。で、鬼没が溜まったタイミングとか、まあそのサバイバーがちょっと甘えたタイミングとか、どっかで連携を崩せば OK で、こういうね、獲物を追うとか、やっぱ獲物アイビーがすごい強いんだよね。もう人格はね、俺がさっき紹介したやつ、もうどのマップも固定でいいと思う。あれ以外使ってる人は今いない。衝動とかも強いけど、衝動より獲物の方が多分使うシーンは多いんじゃないかな。で、ここもオフェンスを追いながら、
まあ他の方誰か回しに来てないかっていうのをチェックしながらっていう状態かな。でこの段階で侵食伝送上がってるから、侵食伝送これまた使いたいね。使える状態でずっと使わないのはもったいないから、ここでカラスを待った弁護士を発見したので、侵食伝送を使ってダウン取りに行った。これいい数字に避けてるのすごいな。で侵食伝送まあまあ結果的にダウン取って、じゃあ今だサバイバーがダウン取られたら回せるってなった時にこれ石を置いておいたから、もうこれ事前準備がちだよね。準備しておいたからこそバーメイドを次、飛び枠のバーメイドをダウン取ることができた。あ次まあ2水目かな、2水目のバーメイドを捕まえましたと。ってなってくると、あら不思議、気がつけばハンターペースという感じですね。まあとにかくこうやって両方のゲートに行き来できるように一回憑依して、どっちのゲートを守るようにあえて回収してね、イース陣だけ守らせるみたいなことも大事。ここすぐさま、まあ、ゲートを開けられる前に飛びましたね。で金攻撃で一撃で、このまま追ってってもいいし、バーメイド一応まだ飛んでないからそこだけ警戒したけど、弁護士の位置的に救助できるかどうかはわかんない。でもここで、18% 反応したからこっち飛んだけど、弁護士がいなかったからどっかなってみたらこっちが待機してるこっちなんだよね。この動きもうサバイバーから見たらたまったもんじゃないよね。もう一切隙なし。まあこのようにまあ本当知識ゲーム、これも俺別に練習しまくったわけじゃないからね。うん、こういう知識を覚えておくだけで、それを間違わないように一個一個、まあ、焦ってるとこれ最新やってると、あやべ飛ぶ順番間違えたとか間違えて回収しちゃったとかあると思うけど、もうこれをね徹底するだけで、4通から4スリー達成することもやりやすくなります。さあ2戦目見ていきましょう。中華街ですね。でアイビーに対してこの一等航海士強いんだけど、まあ、こんな航海士も本当にね透明化されちゃって漂移発されちゃうから強いんだけど、まあ、こんなんはねもう飛び毒よ。最初に漂移してエースシャーンぶち当てて60、やべこうなったら時計使うしかってなって使っちゃうから、まあ、この航海士の弱点である時計が2個しかないということを生かして、まあ、この開幕10秒くらいで相手に1個削っていく。で本命の裏の石に飛んで、ここからチェイススタート。まあ、これがね、まあ、航海士の対策にもなるかなと思う。でここもねしっかりとイースシャアをぶつけて、でイースの規制また次2回目できるようにすぐさまクルダに入れて、ここからはまたイース出張タイムで恒例の状態を作れたら、エンジニアとか炭鉱とかどっか他のサバイバーに規制していく。ただちょっとこうワンチャン狙いそうだったから繊維をしっかりと隠して一撃、これは転送瞬間移動の石ころを抑えて繊維隠しをやってました。で一撃与えて、これまたラッキーだね。で、またこれ暇なので、この暇な時間はイースを別の暗号機に向かわせて憑依していく、まあ、そういった動き、まあ、本当ではでもねアイビーは鬼没絶対当てたいハンターだから、鬼没ミスるとマジでグダルというか結構負けかけるので、本当に鬼没はね、丁寧に当てていきましょう。でここももう少ししたら、占い師憑依が完了するので憑依して、で袋を使われる前にイースシャーぶち当ててフィニッシュと。あこれですよね、めっちゃ安定しない。まあでも追っていくサバイバーの種類とか編成によったら、ずっとイース陣をそのサバイバーにつけっぱなしの方が良かったりとか、その鬼没をね最初に撃ってから60付与した状態で即二撃につなげるとかの方がいい場合もあります。これまあ主流今中国のトップ IB の初動結局これなんだよね。一周回って最初憑依型で、あこれキャンプシーン中ね、キャンプシーンやらなきゃいけないのはこのサークルを椅子の近くで、作ること。これ一等航海士に作って、でここでイーサーつけたままで本体下をぶち当てて、これね殴っとけ、殴ってこの後にサークルから出られたとしてもこれ100固まったけど、出られた後にイース陣を規制してるから、救助者に対してイース下をぶち当てるだけでダブルダウン簡単に取れます。で IB 戦で一番やりたいのはこのダブルダウンだね。これはめっちゃ取りやすいから、なんかその下手になんか殴った瞬間に100固めて救助狩りとかは、まあ、強いけど結局航海士傭兵って枯れないから、それで、まあ、このダブルダウンこれを徹底していくのが、まあ、アイビーの鉄板のもう絶対やりたい、うん、勝つためにはやりたいコンボだね。でこれで、一等航海士いっぱい殴ってるおかげで存在感もりもりになって、ゴーマも合わせて、で侵食転送存在感マックが解放されて占い師のトンネルは即完了、まあ、という形になってますね。でここで、航海士がエンジニア来てこないなってことで、エンジニアのね憑依して受難をチラ見してこっちから来てる方向を見つけて、でこれまた炭鉱者の、サークルは椅子前に作りたいからまだここで憑依はせずといった感じで、まあ、ただ今回ね椅子が特にちょっとかかってたから憑依して貯めてもよかったけど、ここでまたサークルエリアは強く、使って、またうまいいい武器をされてしまったのでしっかりと一撃殴っていきました。でここでまた侵食転送溜まってるからこれね全然 OK で、炭鉱のスタン入れられないように離れて侵食転送、これで袋も使わずフィニッシュと。これがね楽しいんだよな、ほんと最近ね
もうアントニオばっか使ってたからマジで、もう頭使うキャラクターが楽しくてしょうがない。うん、最高で、これダウンを取り切って占い師を飛ばして、で探鉱者も釣りから入れる。まあ、ここあれかもね、あの石せっかくあるから、あの飛んでいっておこうかしらアイテム使わせに行ってもよかったかもしれない。でこうなったらしっかりとイース陣を向かわせながら、探鉱者を釣っていくと、まあ、そういった状況ですね。うん、意外とこの試合回復が早くて、まあ、航海士もいい球場、まあ、DD 取ってもうやっぱこんだけ回ってて、あそこラストの暗号機が炭鉱が多分3、4割回してたとこだから結構回ってるんだよな。でここで憑依は1回しちゃって石は作ったんだけど、まあこっからアイテム使うかなと思ったけど、なんか使わなそうな距離感だったので、わこれめっちゃ回るんだってことここで把握しましたね。わこれやばい、あそこめっちゃ回ってるじゃんってなって急いでイース陣を向かわせます。ここで絶対つくんだったらここ憑依しない方がいい。通電した後にゲート前に変えて憑依できないから。でもまだ回してたからワープで守りに来ました。で向こうが一等航海士がゲージ溜まるのを見つけたから、あここはもう炭鉱の方行こうと思って追い切りました。でここもうちょっとあの追い払ってたから希望使って、これご利用しこれ今日の動画で唯一プレイヤースキルが出たかもしれない。もう今までは知恵だったけど、ここはプレイヤースキルでご利用しました。で、しっかりとねさっきエンジニアを暗号機から追い払って遠くにやらせたその時間を使って、自分は戻ってねこのダウンを取り切ることができました。これもし仮に通電していたら、まあ、さっきと一緒でエンジニアとかそのゲート両方とりあえず守る形を作って一人一人侵食転送もしくは鬼没でダウン取っていく、まあ、そういった試合になってますね。はい、まあ、ということで今日は、初心者でも思う一番やりやすい方法で戦ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。